ラバージグの釣りを覚えたい。おはようございます、釣り子 TV でございます。ということで、バークレーのですね、デックスシリーズのね、あの買いやすい価格帯のラバージグっていうのがですね、店頭にいよいよいっぱい並んでいたんで一つ買ってきてみました。このね、デックスシリーズが結構ですね、まあ、買いやすいお値段でいろいろね、プラグとか中心にいっぱい、ミノーとかね、クランクとかいろいろ出てましたけども、ラバージグも出ているっていうことで、で買いやすい価格帯のこのデックスシリーズっていうことで、これはですね、一つね出たら買いたいなと思っていて、で 5g のやつを買ってきてみました。で価格はですね450円ね。最近ね、あのラバージグが高いんですよね。スモーラバーなんか中心にね、まあ、あとそうですね、デプスのコンツアージグとか、まあ、いろいろ買ってますけども、まあね、ラバージグってこんな高かったかなっていうぐらいにね、どんどん新しいのが出れば出るほどどんどん高い方向、高い方向にこう行くわけなんですね。ただまあどちらかというと消耗品、まあなくすのはよろしくはないんですが、どうしたってね、そこを狙ったり、あのカバーを狙ったり、するんで、あとはね、針がね、舐めちゃったりしたら交換とかって考えると、まあ結構消耗品ですよね。そんなラバージグにおいてですね、安い方がいいんじゃないかなって、こうね、結構買いやすいんで、エキップシリーズとかね、あとはダイワのラバージグシリーズなんかも結構買いやすい価格帯のね、いろんな形が出てるんで、でダイワのなんかはね、サクサスのね、フックが最初から標準装備されていたりとか、至れり尽くせりのものがあったりするんで、まあよく買ったりするんですけども、まあデックスで、沖原プロがね、プロデュースしてるっていうことで、こういった強い釣りのね、名手の人が徹底的に監修してテストして作り上げたっていうことは、だいぶ信頼できるんじゃないかなと思いまして、一つ買ってきてました。じゃあね、まあ、早速、まあ、こんな感じのパッケージなんですけども、どんなラバージグか開けていきたいと思います。5g ね、久しぶりに買ったけど、ここね、こうちっちゃい割にですね、すごいよくできているな。ガードはね、こんな感じで、1,2,3,4,5,6 6本ぐらいあるんですけども、で針も見ていきたいなと思うんですけどね、はい、針もピンシャンのいい針がついていて、でね、この横合いはね、見えづらいんですけど、横アイなのがね、よかったり、あとね、ワームキーパーの部分、そう釣り具屋さんで見て、これいいなと思ってね、最近ここのね、ワームをずれないようにするキーパー部分どうすんのよってのがすごい、気になって、まあいろんなの使って気になってるんですけども、結構ね、ものによっては昔ながらの太いキーパーだとね、関東寄りの結構小型なトレーラーをつけることが多くてですね、結構裂けちゃったりね、壊れたりするんですけども、このキーパーはね、なんというか嬉しい、なんだろう、自分なんか小岩のバーのマスターの、作るですね、フープジグっていうのがお気に入りで使ってるんですけど、フープジグもね、ここのね、キーパー部分がね、すごいね、こだわりの仕上げになっていて、まあワームが壊れないのとずれにくいのとね、いろいろあって、でその他に好きなのはデプスのコンツアージグとかの針金をクイックイッてしたようなタイプで、あれだとね、結構ね、一回つけたらもう鬼がかりして、こうね、壊れない限り取れないっていうね、その代わりずれづらいよっていう感じなんですけど、これね、ちょうどいいナイロンが2本ピョンピョンって出ていてですね、トレーラーをちょっとチェンジしたい時もうそこまで多分ワームにダメージを与えずに、なおかつつけてる時は多分ね、がっつり、保持してくれるんじゃないかなっていうことで、こんな感じのラバージグね。で説明とか書いてあるかな、まあ
シンプルさ、売りですよということで、デックスフットボールジグ、シンプルなおかつ徹底した、使いやすさ、使いやすさとアクションを重視したシンプルなデザイン、樹脂タングステンマテリアルヘッドを採用、フッキング効率を重視したカスタムフックを使用、障害物へのコンタクト後に素早く立ち上がるヘッド形状、ベイトキーパーにはワームのホールド性を重視し、クロロカーボンラインを採用、結束部がずれにくくスタックしにくい横楕円アイを採用、トレーラーを起こすアクションも容易にできますということで、そんな説明書きが書いてあるんですけども、結構まあメーカーによってはこれ多分どうですかね、600円ぐらいしちゃうんじゃないかなっていう感じの作りなんですが、1個450円ということでね、こんだけでちゃんとねラインというかスレッドで巻かれていて、これはね使いやすそうと思ってね、5g ね買ってみたんですけども、で真っ黒黒買ったんですけどね、何つけるか、まあいろいろね、ポークつけてみたり試してみたいとは思うんですけども、これからの時期に効きそうなのがあのゲイリー山本のね4インチグラブね、4インチグラブってなんだかんだあのトレーラーにすると未だにもうめちゃくちゃ釣れるんですよね。まあなんだろう、あの手の感じの動きで一番釣れるんじゃないかななんていうふうに思いますけども、そういったね4インチグラブで特に黒が好きなんで黒使うんで、それとねセットで使いたいな、縫い差しで試してみたり、あとはちょんがけにして試してみたりとかね、いろいろまあちょっとね見るからにこの釣れそうなシンプルな、まあね流行りのこのラバーがランダムカットになってるよとかね、そういう感じではないんですけども、そんなの自分でハサミでちょきちょきやればね、あと長すぎるなと思ったらちょっと切ったりとかいろいろできると思うんですけども、これからのシーズンに結構ねいくつか使いたいシチュエーションっていうのがあって、まあ実際に釣れたらね、こんな感じで釣れましたよなんてご紹介できればなと思うんですけども、何にしても450円なんで、最近ねラバージグが高いからね、本来カバーに入れ込んでカバーの中でデカバスを食わせるっていうコンセプトのルアーであってもね、あんまりねビビって投げ込めない自分がいたんで、かといってなくしてもいいってわけじゃないんでね、まあラインとかはできるだけね細いの使わないようにとかね気をつけていきたいななんて思うんですけども、まあこれでちょっとねベイトタックルでつけたいトレーラーがちょっとあってですね、まあいくつか試してみたいななんて、で聞いたらね、あこういった組み合わせ釣れますよなんてご紹介していければななんていうふうに思うんですけども、思わずねもう450円ってね、でもうパッドパッケージに入っていたな状態でもこれなんかすげえいい作りだなっていうのが、こう湧き出ていたんで買ってきてみました。というわけで、本日の釣りこう TV はですね、このバークレーのデックスシリーズから出たですね、フットボールジグですね、これを買ってきてみたい、ブラックからね、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。